も皆さんこんにちは。簡単ギター教室ガズギターのガズでございます。というように毎週日曜日はですね、このチャンネル本来だと簡単ウクレレ教室ガズレレというねウクレレのレッスンの YouTube チャンネルなんですけど、日曜日だけはギター教室開催中でございます。今までギターやってみたいなと思ったけど諦めてた方、ぜひガズギターで始めていきましょう。宇宙一簡単ですからね。とにかく簡単にできるようにしているのがガズギターの特徴でございます。さあ、いつものねご紹介なんですけど、ギターを最初から始めるより最初にウクレレという楽器でちょっと練習しておいていただくとギターもドーンとですぐいけると思うんですよね。なのでガズのおすすめとしては、今ご覧になっていただいているガズレレ YouTube チャンネルでウクレレでちょっとなんかこう弦楽器の基本といいますか、そういうのねマスターしてもらって、その後ギターぜひおすすめしたいと思います。ウクレレの始め方ちょっとここにリンク貼っとくんで、ちょっとこの動画初めて見たという方はちょっとウクレレをちょっとね同時というかね、まあ見ていただけるとすごくいいかなというふうに思います。そしてこの日曜日にやってるガズギターなんですけども、再生リスト作ってますからね。今日はねもうね何回目だっけな、9回目ぐらいだと思いますね。ちょっと今覚えてない、8回目か9回目ぐらいなんですけど、過去の、再生リスト、ここのリンクに貼っとくのと概要欄に貼っときます。今日初めて見たという方はその1からですね見てもらうとですね、もう驚愕の簡単ギターロジック、ガズギターならではの宇宙一簡単な指2本コードで弾くよというのがねこのガズギターのコンセプトですから、まずはそこから始めてもらって、だんだんステップアップしていく、こんなような感じにしていきたいと思いますので、まずね焦らずにゆっくり音楽楽しみながら、ギターを弾けるようになっていきましょう。さあ今日はですね、曲のレッスン動画行ってみたいと思うんですけど、はい、今日 やりたいと思う曲は指2本コードで弾けるユーリさんのドライフラワー、こちらの方でやっていきたいと思います。この指2本コードというのはガズギターならでは の簡単アレンジなんですけど、やっぱりね多少ちょっとね、なんていうかな、響きがなんかぎこちないって感じはするかもしれないんですけど、まずはですねこの音楽を弾いて歌うことを感じて撮っていただくためのもう一番最初のファーストステップとしてはもう本当に最高のねロジックでございますね。まずやっていきましょう。でいつものようにね2バージョンやっていきます。最初は指2本バージョンでやる超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。後半はちょっとコードおしゃれなコードちょっと指加えてターンを足していってですね、かっこいいバージョンという感じで、ちょっとリズムを加えてやっていこうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。そしたらですね早速やっていきましょう。まずはシンプル簡単バージョンの方からゆっくりやるんですけど、今日出てくるコードはですね6コードですね。はい、今ここテロップ出してきます。これからやる簡単バージョンは指2本のコードだけで全部やりますので、初心者の方まずこういう感じで始めていただきたいと思います。それではドライフラワーユーリさんガズギター流超シンプル簡単アレンジバージョン、もちろんショートカットアレンジバージョンですけども、やってみます。
私もどうかしてる。暗闇に色彩が浮かぶ。赤き青色が胸の奥、ずっとあなたの名前を呼ぶ。好きという気持ちまた香る。声も顔も不器用なとこも全部全部大嫌いだよ。まだ枯れない花を君に添えてさ、ずっと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 抱えてせーの。今のユーリさんのドライフラワーガズギターバージョン、シンプル簡単バージョンはコード、指2本のコードだけでやってみました。コードは6個でございます。まずはですね、ちょっとこのコードの解説からさせていただこうと思うんですけれども、このコード、ガズギター、レッスンのですね、の中で組み込まれております。コードの解説、今、ちょっともう一回確認したいなとか、ここでリンク貼っとくんで、ガズギター必須コード、ぜひ覚えていただきたいと思うんですけれども、今出てきたコードは、指2本で押さえる C ですね。はい。C を押さえるときは、その動画内でも言ってますけど、6弦の音はなるべく止めたい。これをキーポイントですね。はい。次出てくるコードは、A 欲しい。いい響きですね。これも指2本ですからね、当然。次出てくるコードは、指2本バージョンの F です。はい。6弦の1フレットと5弦の3フレット、これだけです。で、今の弾き方ちょっと気づいた方いるかもしれないんですけど、この右手弾くところで、なんとなくね、ちょっとすごく脱力感持って、こういうちょっとね、バラードというか、ちょっとこう脱力したのが魅力的な曲だなと思ったんで、こうガンガン弾かない。これがポイントかと思う。優しく。こう撫でるように弾いていくのがすごくこの曲には合うかなと思いました。はい、F はこういうように弾いてます。で、その次出てくることが G ですね。G もこれ指2本の G。はい、これも簡単なことですよ。指2本、2本。はい。で、次 E 星が出てきたのかな。E 星もこれ簡単。指2本ですね。はい、で、D 星です。D 星。D 星はこれも指2本なんですけど、ここもできれば6弦とか5弦をちょっとね。なんか控えめに弾く、これがキーポイントになるかなというふうに思います、はい。この6個で今ゆっくりですけどねやってみました。でもこの曲はユーリさんのドライフラワー、皆さんご存知だと思うんですけど、テンポはゆっくりですけど、歌はですね結構こう小気味よくですね、こうちょっとラップっぽい雰囲気もありつつリズミカルに乗ってくるんで、このね対比が難しいんですよ。演奏はゆっくり、力抜いた脱力系なんですけど、この言葉のリズム感だけは結構ねこうグルーブがあるっていうんですかね、そこら辺やっぱ歌が難しい曲だと思いますんで、もうなんか聞いてですね歌を自分のものにしていく、でゆっくりでいいんでマイペースでやってみていただくのがいいと思います。はい。で、これねガズギターならではの楽譜をちょっと見せようと思うんですけど、まずですね、まずゆっくりでいいんで自分ができるとこまでやってみる。ちなみに今やった、ドライフラワーガズギターバージョンもショートカットアレンジバージョンですからね。はい。それでも結構ゆっくりやると時間はかかりますから、いずれ慣れてきたらフルコーラスにもコード進行同じですから、2番とか書き出して挑戦してみてください。まず今やったバージョン、はい、ちょっとこれ参考までにノートに写しておきます。これ一時停止してみんな書いてね。これ歌詞めちゃ詰まってますから。こんな感じになってるんですよ。で、今日はですね、ちょっと皆さんご注目が、ここのピンク色に囲ってるやつ、E というコード、初めて登場のコードを、この後やるかっこいいバージョンで使っていこうと思います。これ E はね、ちょっとね、今まで出てきたことに1個加えるだけなんで簡単なんで、ぜひ皆さんちょっとやってみてください。じゃあ、みんなこんな感じで、今画面に写しておきますんで。一時停止してゆっくり書き出してください。当然ながらね、もう説明不要だと思うんですけど、ワンブロック4つ弾いていくわけですけど、F、F、C、C、G、G、A、星、S、こんな感じで4回ずつ弾いていってください。一時停止ね。OK？ はい。で、ここにね、書いてあるんですけど、簡単バージョンは上の段。かっこいいバージョンはこのコードを使うよということで、これ、ここの場合だと F で、この E 星だった、今、簡単バージョンでは E 星だったところを、E で弾くというのがかっこいいバージョンですね。ここら辺がちょっとね、違うところでございます。はい、じゃあ次はサビ1から移していきましょう。サビ1はこんな感じですね。ここのね、ドライフラワーみたいな、これが切ないメロディー。
ね、歌やっぱりちょっと相当聞き込んで練習していくのが楽しいと思います。演奏はねシンプルなんですけど、ワンブロックコード2個なんで結構ね初心者の方忙しく感じるかもしれませんが、テンポゆっくりやりましょう。でここ感想なんですけど、ここがねなかなかロマンティックなところで、これかける2ということで、ここ2回繰り返してます。そしてここがブリッジパートで、このラップパートですね、ここが言葉のリズムがかなり大事になりますんで、このガズのノートの特徴、この上に点があって、これでリズムを測ってるっていうのがありますからね、他のところも全部この点でね、あのリズムがすごく分かりやすいということになってます。一時停止してその辺もちょっとね、ご参考にしてみてください。ここ伸ばしましたね、ここはね。ここもさっきは G だけでやったんですけど、今度 G とE ということでちょっとアレンジしてみましたということです。はい、テロップとちょっと合わせながら。で、ここはラストのね、サビでございます。はい、で、ここでもコードが変わってますね。このサビの中でここコード変わってるよということで。で、ここまで来たら、ラスト、ちょっとこのエンディングみたいなのちょっとね、入れてみましたということでございます。はい。で、今も言ったように、はい、さっき言ったコードはこれね、C と A 欲しい、F と G と D 欲しい、E 欲しい。これでさっきのシンプル簡単バージョンやったんですけど、これプラス、はい、かっこいいバージョンのこの E というコードが登場です。これね、でもね、簡単なんですよ。見て。これ、E、これね、ここを消すと、いい星なんですよ。いい星に1個足すだけ。そうやって考えると簡単ですね。いい、ちょっと解説してみましょう。僕らがガズギターが習っているいい星というコードをおさらいすると、こことここの2箇所でしたね。こことここ。こういう風に押さえてました。はい。これに対して、この人差し指をここに入れる。ここです。はい。OK。これ、いいというコード。今回初めて登場ですけど、これ結構簡単に弾けると思います。いい星ができる方は、いい星を押さえておいて1個足す。これだけでございます。はい。ここと、こことここですね。ここ、ここ、ここ。はい。これ覚えておいてくださいね。これ、いい星。これがね、結構この曲ではキーポイントになります。で、これからやるかっこいいバージョンでは、それぞれのコートに、ちょっと、おしゃれな響きを加えるというかですね、ちょっとこの表を見てください。はい。さっき C だったところを、1個足して、さっきの C は、これだったんですけど、1個、2弦の1フレットを足して、この赤いところを足すということでございます。はい。そして次はですね、F。これもですね、ちょっとキーポイント。さっきは2本の指だけだったんですけど、今度は4本指使ってみようと思います。余裕あったらこの4本指挑戦してみてください。ここのね、上2本以外のところ。はい、F。F は最初 F 欲しい。F 最初。さっきのこうでしょ。ここに小指でここを足して、ここを足すということです。つまり、押さえるとここと、ここと、ここと、ここなんです。慣れてくるとこのぐらいいけると思うんですよね。最初はじゃあ難しかったら指2本の F でいいですよ。はい。1弦と2弦はもう押さえなくてもいいです。はい。それが、まずガズギターの初心者さんにおすすめする F の弾き方なんですね。はい、次、G もですね、こういう G なんですけど、1弦の3フレット、ここの小指でこう足す。はい。赤いところを足すという感じで。ちょっとこの盛りだくさんなコードで、ちょっと赤い点を加えた、かっこいいバージョンのコードでやってみようと思います。そして、かっこいいバージョンではですね、リズムちょっとね、どんな風にしようかな。原曲はやっぱちょっと16ビートのノリがすごくあるんで、まあ、16ビートのノリでやるんですけど、ちょっと抑えめな感じで、ちょっとシャッフル感跳ねた感じができるように、出るような16ビートでやってみようと思いますが、あんまりね、リズムはちょっとね、雰囲気で、例えば今回のかっこいいバージョンの特徴、このコードのね、ゴージャスさ、これを焦点にしてもらうといいかもしれません。右手のリズムに関しては、ガズギターでもおいおいですね、いろいろ16ビートとかやっていこうと思うんですけど、先ほどの最初に言ったように、ウクレレのね、レッスン動画がすごく参考になります。ウクレレで16ビートをやってからの方が多分ね、いいと思うんで、まず16ビートでウクレレで練習してみるのをおすすめします。まあ、今回はちょっと脱力した16ビートでこうさらっとやってみようと思います。はい、それではやっていきましょう。ユーリさんのドライフラワーガズギター流のかっこいいバージョンやってみます。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
ドライフラワーガズギター流かっこいいバージョンやってみました。やっぱり素敵な曲ですよね。はい、今聞いていただいて分かったように、ちょっとコードやっぱりちょっとね、指、増やしたと単にですね、世界観がカッとこうちょっとね、開けると言いますか、音の響きがだいぶリッチになったと思いますね。あとやっぱ今のバージョンはちょっとね16ビートのやっぱ跳ねてる感じのリズムが加わったんで、さらにこうふんわりした、ニュアンスが出てると思います。ちょっと慣れてくると逆にこの歌を歌うときにこの16ビートの方が実はやりやすいんですね。さっきの4つ弾きの方がちょっと歌のリズムとこうシンクロさせるのちょっと難しいかなというふうに思うんで、心の中はやっぱこの16ビートを刻みながら、やるのがすごくいいと思います。そしてこの16ビートっていうリズムは数あるリズムの中でもかなりねやっぱ深いリズムなんですよね。すぐにはねこう自分のこのノリをねこう表現するっていうのは難しいんで、結構時間がかかるリズムだと思うんですけれども、まずはですねこのガズギターでいつも言ってるようにウクレレでですねその16ビートとか8ビートとかノリを掴んでからギターに置き換えた方がいいと思いますんで、ちょっと16ビートめっちゃ興味あるかなという方はですね、やっぱねウクレレでね16ビートで練習してそれを置き換える方が逆に早いと思いますね。やっぱりこのノリが大きいんでね、今日の今のやったサビでも声も顔もゆったりしてるんだけど、こう早くしかもこれシャッフルといってリズム跳ねてるんで、このグルーブっていうのはなかなかね奥が深いなということなんですけど、はい、ぜひウクレレとギターとこう2つ両輪でね考えていただくのもいいと思います。まずはですねちょっとリズムはねおいおいちょっとガズギターでも触れていくとしても、このコード、簡単バージョン指2本のバージョンから3本バージョンに3本4本バージョンにランクアップできてくると、まあ音の広がりが加わってくるよということをちょっとね実感していただければというふうに思いますので、ぜひねゆっくりとねちょっと練習していただいて、楽しくね自分のこう気持ちが入るように、演奏できて音楽のこう楽しくできるように、高めていきたいというふうに思っております。はい、はい、そういうわけで今日のレッスンは、そろそろ終わりになると思うんですけれども、何度も言いますけど、このねガズギターの超基本レッスン本当に初心者の人がゼロから1をやるプログラムですからね。はい、概要欄に再生リスト貼っとくんで、いまいちちょっとよくわかんないことが出てきたという方はそこでちょっともう一回見直していただいて、わかんないことあるよ、聞きたいことあるよという方、ねこの動画のコメント欄に書き込んでください。ガズがそれを見て次の動画の参考にしたりいろいろそこに答えていくというような流れができると思いますので、ぜひねコメント欄もご活用してください。あとねガズレレのウクレレ、はい、いつもねガズレレのウクレレ YouTube で使ってるこういうウクレレがあるんですけど、これがですねただいま大好評で、販売と予約受け付けております。はい、ガズモデルとかウクレレもいいウクレレいっぱいあるんですよ。はい、こちらはねなんとね初めてウクレレ Amazon でもですね今販売しておりますので、ガズレレスペースウクレレってやるとこのね初めてウクレレシリーズは Amazon でもゲットできることができます。こっちのもう最高品質ベトナムでオールハンドメイドで作られてるやつは即販売だったり予約今受け付けてますからね、ここにリンク貼っときます。ここね、はい、概要欄にもちろん貼っときますけど、はい、この辺のこともよろしくお願いします。あとですね、この毎週日曜日はギター教室ガズギターやってるんですけど、なんと鍵盤楽器もやっているんですよ。ガズピアノというこっち世界一簡単ピアノ教室弾き語りやってます。ピアノが全然弾けなかったガズが考えついたガズオリジナルの世界で唯一の弾き方です。これがめちゃくちゃ楽しくて今ね面白いことになってます。本が出ますよ。はい、ガズピアノというふうに Amazon で検索していただいて内容を確認の上ぜひご予約をお願いします。ぜひねこれも無料で YouTube でレッスンできますんで、鍵盤楽器もめちゃ楽しいんでぜひ皆さんご検討ください。はい、よろしくお願いします。それじゃあね、さよなら、バイバイ。